クロードたちの伝承をご存知でしょうか。酒井様、乗りを。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。コモダの戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか、コモダか。ああ、皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたら
どうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行してゆくものだと思っていました。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな、死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。一言のように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。まもなく野営です。万兵です。倒しましょう。腕試しと行くぞ。ジサンドラ出して。侍、まず野営を見渡して。あの蔵はどうでしょう。よしよし、行くぞ。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎ののろし筒。のろしを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。Whoa!
が相手だ。ノリオ、やったな。もうこの注意がそれるぞ。いけない。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。
け、ベルク。他の層も一緒なのか。みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた。それは私にも分からぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。
지금 가라고! 제이오 합사! 어찌 빨리! 미치마! 아마르차야 불! 아! 叫び声が、どうかお助けください。叫び声、何があった？まず太鼓の音と経が聞こえたんです。見に行ってみたら集落の連中が狂ってて、悪夢にうなされてるかのように叫ぶんです。もしや猛虎の術か。場所は？赤島の集落です。死人の浜の近く。調べてみよう。お気をつけください。日吉の湯はどこよりも。安全だって聞いたぞ。もしかして猛虎は熱い湯が嫌いな。お侍様、柘笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め。罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。ふっ。せっ。覚えてもよろしいでしょうか。助かった。差し上げましょうか。弓を強くいたしませんか。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。
天下無双の弓ですよ。さあ、お納めください。本当に人だったか。どんな鎧でも結構です。これで安全です。陰ながらご分をお祈りしてます。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼田の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。酒
聞いてくれ、集まるんだ。家族も友も、よく身を出せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。集まれ、こっちだ。慌てずとも良い。湿地へ逃げればはぐれるものが多く出るだろう。いい餌食だ。準備は良いか。誰もはぐれるな。寺か、隠れ家にいいな。これは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうかノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。村外れで待ち構えておくか。蔵に隠れるか。火をつけるとするか。煙はお気に召すかな。
何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土郎の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。
私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。俺だって泣きたい。伏寺で助けがいるとノリオが申しておったな。
よし、影。隠れ、影。神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。狐のムクロだ。神の使いを辱めるとはな。
むごいな。悪心を起こしたようだ。元には戻るまい。よくも先人の努力を。対馬の民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。猛虎だ。奴らの所業か。まだ兵がおるはず。
友の仇は討ったぞ。どうか成仏してくれ。巴の修練場は近くのはず。ああ！
クロードだ、殺さないでくれ。何事だ。欲しいものを何でもやるから。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹をすかせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。早く終わってほしいな。じきになんとかなるさ。争う声が。酒井先生。出席で来ている。どうしよう。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。
それももう終わりです。ここにおれ、しばし一息ついて叱るのに。離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。阿久殿の悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。我らの目的は修練場の破壊。なれど民を犠牲にはできません。その言葉の真意がわからん。阿久殿は救ったではないか。民をおとりにするために後をつけたのでは。だったら何だ。それでは犠牲を増やすのみ。巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。いや、荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。これ以上巴どもの気まぐれで屈指の民を死なせてたまるか。来い。暇はない。せいてはことを子孫じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。お願い、助けて。待たせてしまったな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ！かけだ！
酒井。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。鎧はお体に合ってます？
かつて猛虎がかすむほど恐ろしい敵がいました。その伝承をお聞きくだされ。稽古台から竹をもらって荷台を直しましたが、あれはお侍のものだとか本当ですか？あれは剣の腕を磨くものだ。心を澄まし、人たちで竹を切らねばならん。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたします。あの大きな旗も。そうしてくれぬか。荷車のことは無念であろうが、稽古台使わせてもらおう。きっとこの島は呪われてるんだ。お手伝いできることは？ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い、気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。どうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。お役に立ててください。また頼むぞ。あなたのご武運を願ってますよ。
足を抜け。反乱を起こした槍川さえお救いくださったそうですね。
何事だ、モーコの小屋。この染め、モーコのものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。これは勘どこ、猛虎の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サラーン、ボルカンジャラーン、ボルカンジャラーン、ボルカンジャラーン、サラあの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しめおって、正体は集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で、こやつらあの息から
剣。手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。うるさい。だからあんたを海の底に沈めたのか。待っておったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。
育ちの軟弱者め、ね、所詮この程度だ。息を切らしておるぞ。人たちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
他に分かれざる木立かな。枯れ果つる実は行く先もなし。行くぞ。宝塚地の悪徳な侍。待たせてしまったな。やっと自由だ。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかこれをお受け取りください。見た
者がいるだろう。吐け。何も知りません。シラを切るつもりか。知らん者は知らんのだ。あ、お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。失礼を。私はサブロー、ウムギでは名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る。猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者は。おらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った。それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。どうか切らないでください。何も知りません。島を出る話をしていた家族。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。往来が多いのであまり確かなことは。逃げおったぞ。捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな。俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた。西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。サブローの妻子はどこにおる。さあかかってこい。うわ。
そう。サブローの妻子はどこにおる？ふぬけばかりか！助けてくれ！
サブローの祭司はどこにおる？モノミヤグラ、仲立ちがおるはず。目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かに。さて、おわ、何をしろ。金なら払う。助けてくれ。やめてよ。サブローの祭司はどこにおる？こうも早すぎだな。みんな必死なんだ。目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かに。さて、終わらせるとするか。助かりました。無事でよかった。どういうことです？船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し、金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか？いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。女と子供、死んで間もない。これはサブローの息子のものであろう。知らせてやらねば。先祖、ガルチンサラヒラドウェイ
待たせてしまったな。あなた様のおかげです。道中気をつけよ。どうぞ何かのお役に立ててください。仲良くやっていこうな。それ。お帰りで、それで私の家族を。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどん、たばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに
お主それでも侍か。おのれら役立たずが、なんと昔かと許さんぞ。サブロー、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。誰も死んじまうんだ。